こんにちは、今回は週刊少年ジャンプで連載されていた漫画、ドリトライの発言を元にしたドリトライ構文を紹介していきます。急に SNS で見られるようになったこの文語は何なのか、どういう風に使うものなのかの手助けになれば幸いです。出はゆくぞー。心が強えんだ。書質は読み切り版のタイトル。主に〇〇は虚言だ、〇〇んだ、と語尾につける使い方が多い。似たような使い方として、ずんだもんのなのだに近い。使用例。本編外の読み切りが5、6入りは意味がわからねえんだ。心が強え的なのか。書質は9話の煽り文から、敵である虹村の登場に添えられた一言。もはや本編中の単語ですらないってどういうことだよ。ドリトライ構文では無類の使いやすさを誇っており、強い弱いの判定だけでなく、〇〇なのか〇〇じゃねえのかという風に応用や拡張が容易であるため、老若男女問わず使いやすい一言である。使用例。連載が終わった後に話題になっても意味がねえんじゃねえのか。そしてこの私は、その技術をすべて受け継いだ正統後継者である。書質は9話の虹村のセリフ。自己紹介やキャラを紹介するときに重宝する構文。しかし使いどころが難しいため、意識して使おうと思わないと使えない、熟練が難しい構文だ。使用例。このカスタムメックウォーズは、アーマードコアの全てを受け継いだ正統後継者である。ほら虹村、心の強さでもう一丁。書質は14話で主人公の父親が虹村に放ったセリフ。特定の人物にもう一回やらせたり、負けた相手の死体蹴りなど。こちらも汎用性と拡張しやすい定型である。使用例。ほらドイツ、サッカーの強さでもう一億。教えてやる、心の強さが無意味だということを。書質は15話での主人公の父親のセリフ。教えるという性質上、会話の初動を担ったり、質問に対する返答になったりする。使いやすさは他に引けを取らないが、それゆえに独自性が足りないことから。他ジャンルの構文や語録にポジションを取られることが多い。使用例。教えてやる、連載終了してから話題にしているこの動画が無意味だということを。新しい価値観を受け入れろ。書質は16話の主人公の父親のセリフ。ありのままの現実や逃げ出したくなるような状況を認めさせるような時に使う。しかしこういった傾向の構文はサムハチのように会話を打ち切る能力が高いため、使いやすくはあるが、使ってもどうしようもないことが多い。使用例。この構文も1ヶ月過ぎたら話題にならなくなることを受け入れろ。ド級のリトライ、ドリトライだ。17話にて主人公が放ったセリフ。五感に度を付け足すだけの構文なのだが、勢いと独自性から使用されるようになった。一見、ド、がつく単語しか使えないため汎用性がまるでないと思われがちだが、母音が、お、であれば付け加えてもいいという特徴があるため、使い勝手は上位に入る構文となっている。わかりやすく言うと五条悟を土条悟にするような感じ。ちなみにド級はイギリス戦艦ドレッドノートに由来する単語で、意味は巨大な等級、階級、並外れて大きい様、を表している。ド級といえば、アメリカ海軍の戦艦のモンタナは超ド級戦艦で知られている。そのモンタナを関するキャラがモンストに登場しているのだが、7年の時を経て重心化いたしました。ド級におめでたい、ドめでたい。使用例。ただの語録紹介じゃないぞ、ド級の語録、ド録紹介だ。以上がドリトライ構文の紹介になります。私はこの動画を作るために本作を購入いたしました。この構文を使う人は本作を買ってください。買わない人は死ぬ呪いを今唱えましたのでどうぞよろしくお願いいたします。長々とご視聴ありがとうございました。マシュマロにてリクエストありがとうございます。